呪いの本見つけたのです。アナコ、堂々と読むだなんて怖いもの知らずね。カメさんとか怠け者さんとかが乗ってて可愛いのです。アナコ、それは呪い動物の本ね。呪い違いですか？てへ。お後がよろしいようで。それじゃあ今日は呪いにまつわるこんなお話をしてあげましょうね。見てはいけない映像。うわ、この段ボール、埃がすごいな。ショーゴ、埃がすごいってことは逆にチャンスだぞ。なんで、カナタ。俺たちが在学中にこの映像を見たって人の証言はない。最後に見られたらしいってのは10年以上前らしい。ということはどういうことだ、ミル。しばらく見つかってないってことだから、埃溜まってるかも。はい、そういうこと。なので、なるべく見づらい場所から優先的に探すんだ。俺たちは卒業制作に向けて、とある映像を探していた。俺たちの通う映画専門学校は2年生。2年である俺たちは、この夏休み中に卒業制作に向けて準備を進めなくてはならなかった。7人1組で俺たち映像学科が組み、同じ専門学校内の俳優学科の人たちをスカウトをする。この学校では参加したいシナリオに対してオーディションを行い、主役級の配役を決めていく。まず、オーディションに参加したいと思ってもらわなきゃいけないので、シナリオも重要となってくる。第一次選択は、俳優学科側に権利があるのだ。だからこそ、早めに素材を考え、良い俳優をこちらが選ぶために、面白いシナリオにしたい。7人組を組む前に、ずっと仲の良かった3人で集まっては、会議を繰り返した。その最中に出てきたのが、学校内に囁かれている有名な噂についてだった。そういえばこんな話聞いたことあるか？この学校の中に見てはいけない映像があるって。なんか見たら呪われるとか死ぬとかいろいろ言われてるらしいよな。何それ怖い。真偽はどうであれ、そのくらい怖いとかそのくらいインパクトがある映像だってことは確かじゃないか？それはそうだな。その映像を見て明らかにやばい、呪われる、もしくは殺されるって思われるようなものなんだろうから。その話を解明するってドキュメンタリーチックなホラー映画ってどうかな。私怖いの苦手だけど、卒業制作としてはすごく目を引くと思う。うちの学校の卒生って出来によって将来が変わるとか言われてるしな。今一線で活躍している監督、俳優の中でも優秀賞受賞者がたくさんいるわけだし、その線で行こう。まずは取材だな。手がかりがないと。それなら先生に聞いてみる。生徒は長くても学校2年しかいないわけだし。それがいいと思う。歴が長い先生からピックアップして手分けして取材しよう。そこで集まった情報は次の通りだ。まず、その映像は自主制作なのか既存の売っている DVD なのかはわからないが、見たらすぐにその映像であることがわかるほど異様であるということ。見た者は発狂してしまい、精神に何らかの支障をきたす。怖いからなのか気持ち悪いからなのかは誰も知らない。その映像はここ10年ほどは見た者がいない。この学校のどこかに隠されているが、場所は定かではない。俺たちは長い間目に触れることがなく、しかし学校内から動かない場所として、この映像倉庫に狙いを定めた。明らかに違うタイトルがついたものは除いて、ホラー作品や、あえてタイトルが付けられていないようなものを狙った。映像倉庫には DVD を再生できる機器が2台ほどある。脚立の上で探す係になった俺は、それに専念し、下の方を探す正吾は、自分が怪しいと睨んだディスクを。俺が怪しいと睨んだディスクは、ミルに手渡して確認してもらうことにした。でもさ、その噂が本当だったとして、
いつも思うんだけどね、呪われたとか殺されたって誰が話を広めるんだろうね。当事者は死んじゃってるんじゃないの？まあ呪われても生きてる人はいるだろうから、そういう人が同じ被害者を出さないために広めてるんじゃないのか。まさか一人で見たわけじゃあるまいし。なあ正吾、もしも俺がその映像を見て死んだとして、それを知っていた場合、正吾はその DVD どうする？え？そりゃ捨てるか供養するんじゃないか。だよな。ってことはさ、一緒にいたやつはかなりの人出なしだったってことになるな。それかリングや不幸の手紙のように、広めなければ呪いが取れないとかっていう自己中継？なんか望み薄な気がしてきたな。よし、本物を見つけるのは諦めて、それが見つかったってことでその先を考えようよ。うん、見るの言う通りだ。それじゃあ今出している箱をしまったらアイディア出しの会議をしよう。俺たちは出した箱を元に戻していった。その途中、ふと彼方の動きが止まった。ん？なんだこれ。どうした彼方？なあ、うちの学校って監視カメラってある？ああ、出入り口とか職員室のところにはあったような気が。ってことはさ、普通こんなところには保管しないよな。彼方が持っている DVD には手書きで監視カメラとあった。保管しなきゃいけない映像ってことだよな。ちょっと気になるな。監視カメラの映像なんて何時間見ればいいのかわからないから、やめ時がわからなくなりそうじゃない？ま、サクッと見て早送りしてみて何もなければ戻そう。彼方が DVD をセットして再生ボタンを押した。すると砂嵐の後、かなりのアップで男の顔が映った。キャン！画面いっぱいにカメラ目線の男がアップで映ったのだ。驚いて当然だ。俺も彼方も声は出していないが、心臓がバクバクいっているに違いない。現に俺の心臓はかなりの速度で脈打っている。これ、誰？全く見覚えのない顔。表情はなんとなくにやけているような、真顔のような、どんな感情なのだか全く読み取れない顔をしている。先生とかじゃないしな。見たことのない男だな。生徒って年でもないし、ドラマだとしても変化がなさすぎる。にしても俺のどこが監視カメラなんだろう。彼方が倍速のボタンを押したが、男は微動だにせず、一言も発さず、カメラ目線も崩さない。もしかしてこれ。彼方が倍速を止め、通常の再生速度に戻していった。俺たちが監視されているってことじゃないのか？彼方が真っ青になってつぶやいた。俺が恐る恐るその映像を凝視する。男の目の中に反射した景色が見える。そこには三人の影があった。映像をアップにする。映像学科のデッキにはそういった機能も備わっているのだ。瞳の中だけをクローズアップすると、凝視する俺たちが映っていた。キャン！なんで？どうして？どこだよ。どこで監視してるんだよ。おい、なあ。ミルは腰が抜けてその場にしゃがみ込み、彼方は廊下のドアに手をかけた。しかし内側にしか鍵がないはずなのに扉は開かなかった。なんでだよ、出せよ、出してくれよ。彼方は廊下と逆の窓に走っていった。1階なので窓から逃げられると考えたようだ。窓はすんなりと開き、彼方が窓から身を乗り出した時だった。彼方、中に戻れ。え？なんとなく嫌な予感がした。それだけだった。音が聞こえたわけでもない。しかし、その予感は的中してしまった。いやー！彼方！友人は即死でした。俺ももう一人一緒にいた女子も、今のところ何もありません。あの DVD ですか？
さあ、どこにあるのかわかりませんよ。あの時は亡くなった友人のことでいっぱいで、DVD を捨てるだとか、どうにかしようなんてこと、全く浮かびもしませんでしたから。あの状況で供養に回せるような人間、いたら教えてほしいですよ。そっちの方がよっぽど薄情者です。DVD を他の人が見てしまったら？そうですね。俺たちも興味本位でやったことで、罰が当たったんだと思っています。俺たちのように興味本位で探し当てた人間は、同じように痛い目を見たらいいんじゃないですか？禁忌を犯すって、そういうもんでしょ。はい、おしまい。彼の言う通り、あの段階で他の人が犠牲にならないようにって考えられる冷静な人がいない限り、数年に一度は同じことが起こるのかもしれません。呪いが終わらない理由が一つ解明されましたね。おやすみ、花子。皆さんも、良い悪夢を。